高橋和美。さあ期待しましょう。ゼッケン36番、この若手27歳高橋和美、 DMS レーシングチームマーク2、この一本で決めたいところだ。さあ降りてきた高橋、どんな走りを見せるか。まずは上がった、豪快に、そして思いっきり踏んでく、ちょっとコントロール入った。さあどうだ、このまま行き切りたいところ。ちょっと審査できないあたりでのアクセルコントロール、高橋和美。さあ高橋、1本目が 95.1 ですから、失敗しています。しかし96点台全く問題なく出させそう、出そうなんでね、はい、なんとか2本目、ここはうまく合わせてほしいところ。緑のマシン降りてきた高橋和美、いやー降りてきた、ものすごいギリギリのところ、煙もくもく角度つけた。これが高橋スタイルではあるが、さあこれはどう出るんでしょうか。これ何点ですか。カーナンバー5、内海明則 VS カーナンバー36、高橋和美。さあいよいよ5組目、現在ランキング7位内海明則、そして高橋和美、ここは初対戦ということになります。初、はい、ベテランと若手それぞれどんな走りをしてくるのか。ノリノリになっている単走も第2位だった内海が前、それに対して高橋が近づいている。ちょっとまっすぐ気味ながら、ものすごい近いところに来ている。さあ内海の懐、このベテランの懐に入る入る入る、そして抜き刺してもう一回追い込んでいく。さあいよいよ入れ替えの2本目ということになります。今度は高橋和美が前です。後ろから内海明則、白いマシンの S1 号内海明則がどれだけ後追いポイント、自分の得点をつけながら後追いポイントも加算できるかどうか。いやそこは高橋和美思い切った形で角度をつけて逃げていきたい。思い切ってきた、いいぞ高橋、思い切りいく高橋和美がいく、それに対して内海が入れないぞ。ここはちょっと苦しい3セクターになった。これは先行の高橋、いい走りを見せつけた。続いての対戦です。カーナンバー36高橋和美 VS カーナンバー7松井幸男。さあいよいよベスト8の3組目の対戦、ベスト4進出をかけて高橋和美先行、は遠い松井幸男、また若さあふれる思い切った、まずは先行高橋和美、それに対してスピードのある松井幸男 FDRX7、 どんな走りを見せてくれるのか、非常に面白いところだ。さあまずは降りてくる高橋、後ろから水色のマシンへ、セブンの近いところ、まずはアレックス7が来ている。そうだ、なんとか持ちこたえた、ギリギリ危ない、この接触はどうなんだ。確かにちょっと前が失速気味の、いやーアレックス7は今マシンを止めてしまいました。落ち度がどのぐらいか、はい、後追いの当ててった人の落ち度がどのぐらいか、はい、というところ。あ、なるほどですね、はい、そこは、審判員によって、はい、出されていきます。なるほど、はい。まあ、見た目通り、はい、ほぼいわゆる参考な、うん、3セクターを辰井幸雄先行、は遠い高橋和美ということになり、はい、20ポイント差。ただしこの今ちょっと接触でのね、これが出ているかどうか。テープでこれ高橋選手も結構すごいですね、外装は、ね、かなり修理したところの跡が生々しい感じになって、さあ降りてまいりました松井が、まず来た、高橋が近いところに飛んでくる、動いてくる、さあどうだ松井が行く、そして高橋が入っていく、寄っていく寄っていく、これはそれでも負けずに20ポイント差、これは埋まらない、にしても最後まで高橋が